皆さんこんにちは、陽一の部屋でございます。今日は私がいつもお世話になってます夕刊フジから二人お招きしました。よろしくお願いします。一人はですね、向こう側で、矢野正さん、夕刊フジの政治部長。はい、よろしくお願いします。こちらが中田達也さん、夕刊フジの報道部記者でございます。よろしくお願いします。今日のこの部屋ではですね、ここから4番目からいこうと思うんですけどね、岸田政権の今後ってやつですね。これ、夕刊フジでもいろいろ書いてますけど、過去最高税収なのに、サラリーマンについて随分増税したいなって、1に増税、2に増税、3しがなくて5に増税みたいな、そういうムードっていうかね、結構ありますよね。そうですね。うん、夕刊フジでも何回か取り上げて、かなりネットでも反響が大きかったんですけども、まあ、退職金について、20年以上働いている人の、控除の優遇措置を見直した方がいいんじゃないかっていうのは、政府税調の答申にも盛り込まれて、あと骨太の方針にも入ってるので、結構これはまあ本気でやろうとしてると。それもまあ一社でずっと働いている人もいれば、何社も転々とする人もいるんで、平等にという、主張なんですけども、まあそれだったらみんな優遇してあげればいいのにというふうに思うんですけど、そこら辺増税するっていうのはまあ一つ問題としてあるの。あと他にも扶養控除の話とか、配偶者控除ですね。まあ、扶養控除については、児童手当を高校生まで伸ばして所得制限なくす代わりに、扶養控除の見直しとか、まあ、配偶者控除も、見直し、縮小する方向というのを打ち出してたり、というのがありますね。矢野部長は、はい、産経新聞で入社何年になるんですか？平成2年ですね。2年。はい。そうすると、今は、入社何年目？なんでなりますか？ 30 ちょいですかね。30年ぐらい。はい、そうすると引っかかっちゃう。あ、結構、もう完全に引っかかりますよ。中田さんは。そうですね。私も98年ぐらいかな。じゃあ、お二人とも、もろに引っかかって。そうですね。だから、産経新聞一筋な人で退職金もらうと増税になるって、お二人ともそういう方ですね。許せないですね。まあ、自分で割り、振り返ってみると、ええー、って感じになるでしょうね。なんだよって。いや、もうこれだけじゃなくて、まあ、防衛費増強でもですね、結局増税だし、少子化対策とか言っても、結局何やかんや負担増増税じゃないですか。もうこの政権何かやるっていうのは全部増税とセットなんですよね。いや、だから財務省だからですよ。でもお二人とも、これあれじゃない、サラリーマンで、俺引っかかるなって人多いんじゃないの？多いと思います。なんか、俺で最後になった時にこれ持ってくるかよって言うんでね、怒っちゃう人、これで何十万か増税かなんて聞くと、カチッと来る人多いでしょうね。みんなその退職金でこう、報われるからこそ頑張ってきたみたいな人が多いと思いますからね。20年ぐらい辞める人なんて少ないかもしれないけど、まあ、じゃあここにいらっしゃってる矢野さんと中田さんは元にかぶるっていう形ですか？そうですね。もう私よりもう少し前の人だと、それこそ就職氷河期の方とかだって、でももう20何歳で入ると、もう20年ぐらいになりますよね。20年ぐらいになっちゃうもんね。そういう方なんてなかなか就職大変で、なんとか入ったところで頑張ってるのに、将来の退職金こうなるのかなんて言うと、ちょっとやってられないなっていう感じがします。やってられないな。このサラリーマンのための新聞ってさっき、あれですよね。この前の番組で言っていただいて、そこはだから思いっきりサラリーマン増税っていうのを出してるわけでしょ？そうですね。はい、一面で2、3回やりましたかね。そうですね。そうすると、ムカッと来る人いるんですか？ザクザクという公式のホームページで、その記事が載ると、載ったんですけども、未だに確かランキングでトップで、他の記事に比べて2桁ぐらい、桁が違うぐらいの反応をしてるんですよ。サラリーマンについてきついわけね。皆さん怒ってますね。で、その退職金以外でも今現役の方でも、その政府税調の中間答申の中でですね、中期答申の中で、生命保険控除、あれについても、もう普通の他の金融商品と同じなんで、その控除についてちょっと考え直した方がいいんじゃないのみたいなのも盛り込まれてるんですよね。
控除とかそういうのに、ね、手を回すっていうのはいかにも財務省的ですね。あれも控除がその3割ぐらい、給与収入総額の3割程度が控除されているのが相当手厚いみたいに書いてるんですけど、手厚いですかね、サラリーマンですの。従来の考えですとね、うん、サラリーマンっていうのは源泉徴収でしょ、うん、だから非常に取りっぱぐれがない、はい、だからそこは控除でおまけしてあげますっていう感じですよね。だったけどね、これはあれだろうね、向かってくるんでしょうね。その他に節税するとかそういう余地があるわけじゃないですね。何もなくてね、天引きされてるからね、はい、お二人ともサラリーマンですね。そうです、産経新聞社のサラリーマンでいいですよね。そうです。それで、実直に働いてて、長く働いてて、典型的ですね。アルバイトもせずに、会社のために一生懸命と。それなのに、増税すると。そろそろ、ね、あれ、奥様どうですか？腹が立つんでしょうね。なんて言っちゃいけないけど。いや、これはあれですよね。サラリーマンで真面目に働いている人に対してはちょっとムカッとくる政権かな。生命保険控除とかっていうのは、ツイッターのトレンドワードに上がったりとかしてました。先週末ぐらいにですね。やっぱりそれだけ皆さん敏感になる方多いですし。サラリーマンはね。生命保険控除ってやっぱり年末調整で大体おなじみでちょっと戻ってくるみたいなのがあるので、ものすごくありがたい仕組みなんですよね、サラリーマンにとってはね。なんか私なんかもサラリーマンじゃなくなっちゃったからさ、そういうの全然もうね、疎くなっちゃって、もともともあれですよね、サラリーマンの時からもう副収入があって、ずっと、確定申告ばっかりしてて、年末調整で終わってなかったんでね、私はあんまりそういうの詳しくないんだけどね、やっぱりサラリーマン的にはですか、控除っていうのがね、うんって感じになります。いや、一番こう、触られたくないところに触られる。うかっときて。まあ、あれだよね、税調っていうのは政府税調っていうやつですけどね、はい、あれね、安倍さんの時に、いや、安倍さんの以前は政府税調と党税調、うんうんうん、両方出してたんだけど、ね、はい、で、ほとんど一緒だから意味ないと。で、安倍さんがだからもう政府税調いいって言って、でもいいって言って怒られちゃうから、答申だけ出して、5年間ぐらい放ってたのかな。ほ、うんうん、いで、出させて、その後また安倍政権だから回転休業、はい、で安倍菅政権の時に政府税調は回転休業だったんですよ、うんうん、で岸田さんになったらガラッと変わって、もうしたらもう力が入りすぎちゃって ね、 そうだね、もうね、もう、まあ、なんていうかな、ブルペンでもエネルギーもう150キロ60キロどんどん出してるよね、俺がもう来ちゃったって感じだよね、もう黙ってて寝てくれればいいのに、投げすぎて感じがしなかったわけですよ。で、あとその非課税所得っていうのもにも盛り込まれてて、通勤手当とか社宅の貸与とか、まあこれ増税すべきだとは言ってないんですけども、そういう、あと NISA も含めてですけど、非課税所得についても意義を忘れているものについては検討を加えることは必要だみたいなことがその例としてこう載ってるんですよね。これもうちのその記事についても、これ当然増税とは書いてないんだから参考例載せてるだけじゃないかっていうふうにな、ご指摘もあったんですけど、そのでも答申に載せるっていうこと自体の意味って結構あるんじゃないかと思うんですけど、まあ岸田政権だからね、安倍政権でしたらね、まあ無視、当税庁無視な、当税庁だけなんですけどね、これでもこの今当税庁が宮沢さんでしょ、はい、だから、連動していくかもしれませんね。連動するでしょうね。財務省ですからね。財務省が、なんでね、党税庁の答申も財務省が作ってるんだけど、うん、まあ、政治家だから、そんなに財務省の言う通りにやったら、政治家で選挙起こっちゃうかもしれないんで、うん、あんまり言う通りにしない時もあるんだけど、今回は岸田さんだから危ないですね。うんうんうん、だから、政府税庁も、それから、反映されるの、から頑張っていくかもしれないし。ああ、なるほど、うん。本当にどうしようもないですね。これで選挙、秋にあるとか言うんだけど、持ちます？矢野さん、これ、政治部長。各週ぐらいにですね、毎週ぐらいというか、各週ぐらいにいろんな世論調査が出てるんですけども、軒並み5ポイントぐらいどんどん下がってるんですよ。もう危険水域に近いじゃないですか。いや、本当特に先週出たですね、時事通信の、これ7日から10日にやった
自治心の調査っていうのは意外としっかりやるんですよね。あの対面でやるのかな、確か、うん、それによると支持率が 4.3 下がって 30.8。 30.8 で自民党支持率が 23.6、 これ合わせると 54.4。 青木率が54。 青木率でもうギリギリ危険水域です。危険水域ですね。あれ50はアウトですよ、ね、アウトですって青木さんが言ってましたよね。こういう状態で政治的にはどうなんですか。これ改造があるんでしょ。改造、まあ9月中旬と言われてますけども、まあ今茂木さんを何とかしようというね、まあ公明党とあんまりうまくいってないのとかですね、党内あんまりグリップが効いてないっていうのでありますけども、いやこれ人事をいじったぐらいで回復できる、この流れなのか、一回こういうふうに落ち出した傾向ですね、この人事ではなかなか難しいような感じになってきてると思いますけどね。人事を夏に前倒しして様子見るってのありますか？いや、もうでも、無理ですか？あれですよね、外遊が相当入っちゃってますから、今、サウジって言うんでしたっけ、ですからちょっと日程的に厳しいんじゃないですかね。去年かな、去年確か8月のお盆前にやって大臣しかいましたよね、普通はあのお盆の間は大臣っていうのは大臣として地元に帰らせてやるのが普通なのに、帰らせなかったっていうので批判を受けたので、今回はまあまたいで9月っていうふうに言われてますけども、9月までも、待ってると、もっと下がるってことですね。いや、こういう増税ばっかり出てきてくるとですね、それと、まあ、木原さんの件もどうなるかもわかんないですしね、上がる要素っていうのはあんまり。だから、上がる要素と言われてるのが、拉致、北朝鮮の話なんですけど、これもですね、拉致被害者家族は、全員を返してくれっていうふうに言ってるわけですよね。それずっと訴えてきてるわけですよ。横田めぐみさんをはじめ。ところが今言われてるのは、あんまり名前が出てない2人ぐらいの特定失踪者と拉致被害者の2人ぐらいじゃないかと、あとそれ以外の例えば日本人妻とか、与党号の犯人とかですねの関係者とか、そんな話がちらこれは情報として漏れてるんですけど、それで例えば幕引きになるんだったら、プラスになるのかっていうですね、気がしますよね。そうすると上がる要素もあんまりなく。いや、だから、よっぽど強い交渉してですね、本当横田めぐみさんはじめ、拉致被害者、全員、できれば全員ぐらいを取り戻すぐらいのことをですね、すればですね、これはもう、これは歴史的な快挙になると思いますけどね。ただそれを、もうこっちが、日本側のこういう意欲が見えちゃってる時っていうのはあんまり北朝鮮にあれですよね。そうですね。圧力かけづらいですよね。うん。足元見られるというか。なるほどね。そうすると、でも それがちょっとあればちょっとまた上がるかもしれないなって。ほんのちょっとでも。全部じゃなくても。そうですね。それ、その何人か帰ってくるって可能性はまだあるわけですか。いや、やってるのは間違いない、水面下でやってるのは間違いないんでしょうけど、もうまだカチッとは決まってないですけど、まあでも年内を狙ってるようですよね、どうやら。まあ解散があるとその後ですか。当然その前にやったら意味ないですからね。意味ないですからね。で、そうすると、まあ、9月の初めか中旬ぐらいに改造があって、それで、その、ナチの時まで持ちますか？どん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 下がっていっちゃって。まあ、目玉を一つか二つぐらい作るんでしょうけどね、人事でもね。何があるかちょっと、今言われてる名前だとちょっとあんまり上がるとは思えないですけどね。なんか、ゆか夫人のあれで、木原さんを更迭した後、玉木さんだって言うけど。これは目玉何ですか？政治ジャーナリストの安住さんがコラムで書いたので。あれ、ただ財務省の同期ってだけぐらいじゃないですか？だけど。ここの土の胸に玉木さんが乗るかっていうと、ちょっとわかんないと思いますよ、正直言うと。いや、今は別に高く売れないですから、乗らないと思いますよね。ただ同期ぐらいでしょ、せいぜい。二人同期であることは間違いないですよ。もうそれは私も知ってますけどね。まあ、でもあれですよね。
なんかでも扶養する要素がちょっとなくて、どんどん下がっていって、行くって言った時に、その、ナチの話で、どこまで上がるかって話ですか。うん、あと、なんか考えられることありますかね。ないない。まあ、ないですよね。あの、でも増税増税って言ってるんだけど、今ほら、あの、この間、NATO に行った時に、ウクライナ支援で20兆円って話あったでしょ。うん、はいはいはい。私だったら20兆円ぐらい簡単に出せますけど。もう、どういうふうに出すんですか。もうね、こう、たくさん書いてんじゃない、うん、あの、防衛増税の時だって20兆円ぐらい財源ひねり出してんじゃない、ね、あの、国政指定金も回し、外為も出るし、二つ合わせ50兆円ぐらい出るけど、うん。こういうのやればいいのにね。絶対やんないんだよね。そうなんです、ね。安倍政権の時に、安倍さんの時に、ほら、コロナ対策あったでしょ、うん、あれ100兆やってるんですよ、はい。100兆やっても増税してないんですよ。うん、そっか出せるんだけどなーっていう、私は思うけど。ね、100兆円も出してないですからね。全然なですよ。あんなの追加的に25兆でしょ、確か。はい、普段の、あ、16兆か17兆か。あのぐらい、すごい簡単。だから、それをやればいいのに、だから、なんて、安倍さんなんかなるべく増税したくないって言ってたから。あれ、知恵袋がいないんでしょうね。いや、簡単。これは、あの、誰使うかだけです。ねえ。財務省のやつに来たら増税できますよ。うん、だって、安倍さん、コロナ対策だって、財務省に頼んだら、あの、100兆円増税ですよ。間違いなく。うん。コロナ増税が。コロナ増税、間違いなくそうですよ。高橋さんに頼めばいい、ね。私に頼めば、あ、100兆円ですか、あ、そうですかって。そのくらいだけどね。東日本大震災の時だって、復興そう、復興増税で25兆円くらいで、私、民主党が頼まれてなかったから言わなかったけど、安倍さんには、あの、もし政権党だったらっていうので、コロナ対策と同じようなことを言いましたけどね。うん、で、あれ増税なしです。で、あれのも復興増税もずっと続いてて、今度所得税と変えてっていうふうになってるじゃないですか。あれ、だから、誰に頼むかだって、あの、うん、要は、本当に、20兆ぐらいは正直で簡単です。一回、あの、今、ワンショット20兆は、あの、いつでも出せ、いつでもつって、あれじゃない、あの、いつでもっていうわけじゃないけど、大体は出せます。で、今だったら出せます。言ってきますよ。あの、岸田さん、もしか見てたらね。電話ください。いや、岸田さん知ってるんだけど、私、かけることないよな。だから、あの、増税でやることないでしょ、と。うん、思うけど、どうしてなのかな、このは。まあ、まあ、よくわかりません。いずれにしよう。で、ね、岸田さんの総理人事はちょっと外交の方にもう行きますけれど、ここね、次ね、はい。岸田さんの外交で、この、バイデンさんにベタ褒めされたって、これ言う、あの、産経新聞が書いて、私、あの記事すっげえ面白かったんだけどね。あれでしょ、あの記事は褒め殺しでしょ、産経の。いや、まあ、記事というより写真がという話でしたよね。写真が褒め殺しでしょ。だっておかしいもん、あの写真見たらロイターだった。あの記事書いた人はそう本当に思ったことか知らないけど、紙面作ってる人から見たら褒め殺しの写真はめ込んだとしか私には見えなかった。もうバイデン大統領、まあ日韓の話もそうですけども、とにかくね、自分が全部言ったんだった。防衛費も3回説得したとか言ってね。でもあれ嘘じゃないと思いますよね。うん、言ってんでしょうね。だからまあ嘘じゃない。ね、それで、おそらくね、あれですよ。あの、広島サミットやりたいから、連絡がたくさんしてるはずで、うん、そうするとバイデンさんはこれやってくれ、こう、いろいろ言ったのに岸田さんがはいはいって言ってる可能性が高いんですよ。あの、ほら、とにかく岸田さんはもう、広島サミットだけしか頭がなかったからね、うんうんうん。しかしあれだよね、あのロイターの写真を産経新聞が使うっていうのはどういう意味があるんですか？だって普通は官邸の写真使うんでしょ？ちゃいます？まあどういう意味っていうか、まあ背景を写真が物語るということなんじゃないんでしょうかね。あれはうまい形でロイターがパシッと撮ったんだけど、あれ撮ったのは悪意がありますよ。撮った人は。それを使った産経新聞にも悪意があったと私は思うんで、普通は官邸の無難な写真にしますから。他のロイターを使うでしょ？で、ロイターを、何を写真使うかっていうのは、これ誰が決めるんですか？新聞で。ちょっと本誌がどうなってるか分かりませんけど、うちの場合だと、担当の
デスク部長あたりがですね、この辺じゃないのっていうのを。写真何枚かあるんでしょ、出てくる中でありますけど、ね。これが面白いっていうのでやるんでしょ、はい、それで褒め殺しの時にはこっちを使う。本当に褒める時にはこれを使うって話じゃないんですか。まあ、記事の流れに合うような写真をですね、まあ、発注するときに、まあ、岸田さんがちょっと立腹しているようなものとかですね、困ってるような表情のものとか、そういうような頼み方はしますよね。ですよね。大体あれ、私見たら、バイデンさんが背高いから、首根っこをつかむのは、結構、いろんな首脳でやる技なんです。得意技なんですよね。それを、岸田さんがぐいっと体寄せてるでしょ。それで、あれ、拍手してんだけど、拍手がもみ手に見えるというね。うまい写真を撮ってきましたね。それで顔がニヤッとにやけて、あれ、動画だとちょっとあそこまでできないと思うんだけど、うまい写真を使いましたね。まあ、配信する方もこれはと思って送ってきてるんでしょうからね。配信そうね。それで、でも私はね、テレビで解説したんだけどね、外交ってね、実は絵図出しがすごく重要なんですよ。うん、中身はほとんど分かる人ですか？これね、中身はほとんど分かる人いないから、うんうん、もう絵図だなんですよね、うんうん。だからこういう時に普通は練習するんですよ。バイデンさんこれ得意技があるから、こういう時にどういうふうに対応するか。こういうふうに引くとかね、逆にこういうふうにやるとか、肩かけるとかね。だから、ね、両方肩かけてたらそんなに変竹林じゃないんですけどね。そういうの練習するはずなんだけど、岸田さん練習しなかったんじゃないかな。これ安倍さんはかなり気にしてましたよね。もちろん気にしてました。そういうのは。そう、すごい気にして、うん、安倍さんはほら映画監督になりたいくらいだから、はい、要するに、話の中身はさ、もうともかく、要するにどうやって見えるかっていうのを非常に気にしてて。うん、小泉さんが訪朝した時も言ってましたよ。要は、キム、ジョンなんだっけ、キム・ジョンイルと、握手するときに、この、角度とか、この距離とか、絶対顔割らないとか、うんうんうん、そういうのすっごく、入念にやってましたね。で、安倍さんなんかもそう言ってたけどね。やっぱり、それは絶対重要なんですよね。どう映るかっていうことも重要。だって、これじゃかっこ悪いじゃん。うんうん、だから他の国の首脳かなんかだとこんなにならなくて、ちゃんとですね、ピッと立ってね、対等の感じを見せないとね。うん、以前安倍さんが総理の時にムンジェインがどこでしたっけ、海外のなんか国際会議で急になんか控室に入ってきて、パシッと一枚撮ったやつを韓国で報道されて激怒してた時ありましたよね。見せ方って重要です。でね、それはどこの国もみんなやるから、やるんで、よく注意しなきゃいけないんですよね。だから、どこで捉えるかっていうのを意識しながら行動もするし、捉えられて出ちゃったら終わりでしょ、うん、これだから結構まずい写真ですけどね。で、ロイターだから、ね、これみんなの前でしょ、だから、これはだから岸田さんがちょっと、脇が甘かったと私は思った。ですけどね、だからもうこういうのになっちゃうと本当に稲荷ってそのまんまで、だから普段が稲荷だからこうなっちゃうかもしれないけど出ちゃったのかもしれないね。まあ防衛力強化というのは高い兵器を買うことだっていうふうなこと言ってましたからねちょっと情けない岸田さんでありましたね。あとあれですよね、なんかこの首脳会談だけど日韓の話ね、先ほど矢野さんがおっしゃってたホワイト国復帰とか、スワップなんかどうなんですか？ちょうど6月末ぐらいにですね、その話が出てきてですね、レーダー照射とか全くケリがついてないというか、うん、未だに韓国は、そんなのやってないって言い切ってるんですよね、レーダー照射に関しても。それで、交渉してですね、日韓がうまくいってんだって言ってる時期に、竹島で防衛訓練とかやってるんですよね。だから韓国は、表向きは日本と仲良くしないと言いながら、裏では全然違うことやってるわけですよ。ところが、なんか日本だけが勝手にどんどん譲歩していってて。で、何なんだっていうふうに、まあ、普通の人は思うんですけど、そうするとバイデンさんが日韓を仲良くさせるために我々は働いたっていうふうに、いろんなところでアメリカで喋ってるわけですよね。だからこれを見ると、なんだ、岸田政権は、バイデン政権に言われるようにやってんじゃないのというふうに見えちゃいますよね、これはね。
あの、NATO の時に、NATO の東京事務所の話ね、はい、マクロンが会見してるでしょ。うん、あれ絶対に、外交って相互主義なんでね、向こうが会見、記者会見してんだったら、こっちも会見してって岸田さんが言わなきゃ、うん、これでぶつけないと。話にならないですね。あの、マクロンは、あれですよね、中国におもんぱかって言ってるんだけど、あの、それ逆に言うことを言うんですよね。いや、言っとかないとね、あの、じゃあ、あの、東京事務所なしでいいのというふうに、実は思う人多いんです。うん。うん。あの、全部相互主義なんですよね。向こうが何か言ったら、同じようなレベルと同じことをやるっていうのが、大原則なんですけどね。それができないっていうのは、ちょっと岸田さんは、外交の岸田と言われつつね、ああ、ダメだなと思いましたけどね。この間の、だから NATO の首脳会談のやつを私はもう0点つけちゃった。だって何も言ってないしね、それでゼレンスキーとも会えなかったから懇談だとか言ってんでしょ、うん、ダメですね、あれじゃね。うん、だから岸田さん、案外ダメ。サミットも、ね、サミットまではうまくいってたの、ね。サミットは、だから一生懸命サミットいっぱいで、それ頭もパンパンになっちゃって、またすっからかになっちゃったのかもしれないけどね。サミットは、まあ年に、入念にやったからうまくいったんでしょうけど、首脳会談は、あの、NATO のダメで、あと日韓のもう、そのもダメですね、全くね。困ったもんですね、本当にね。次に、あの、ちょっと、なんか、まあ、あの一個ね、もう一個、処理水の話もしますかね。処理水。これは、あの、これも私に中田さんに言われながら、ゼロリスクなのか書いてくれって言われるか、あと、まあ、いろいろ書くんだけど、これ科学的などうのこうのっていう話で、うん、東京新聞の磯子さんが面白いこといつも書いてますね。傑作だね、あれはね。どうですか、これ。やっぱりでも豊洲市場の時と、豊洲の市場の時と同じですよね。だから安心じゃなきゃいけないって言うんだけど、安心なんてお前ちゃんと、あの、安全基準をきちんとやれるだけで終わっちゃいますよね。今、豊洲のことを心配してる人、どこにいるんだって誰もいないじゃないですか。誰もいないで。あれ、私ね、あの、豊洲の時もね、はい、安全の話についていろんな基準を数値的に言うんだけど、これ、勇敢婦人の中で、ほら、緑のおばさんもやってたから。そうですね。いつもね、緑のおばさんがいたでしょ。今もやってる。今もやってるでしょ。だからね、いつもね、緑のおばさんがなんか違うこと言うの、私も真逆のこと言ってたような気がしたんだけど、勇敢婦人の中で。まあ、それはそれで両方あるわ。緑のおばさん全然関係ないからね、あの人は。もうとにかく安心、安心じゃなきゃいけないって、あんたの雰囲気でしょと言ってさ。いや、アンチテーゼなんですよね。うん。ね、その時だね。あの人もう、うん、あの人ほとんど雰囲気なんで、政策全くわかんないです、あの人。正直言うと。だからもう、あの人のそばにいた環境省の人がとんでもない人だって私知ってたから。え東京都に入った人。もう全然ダメですよ。もう活動家みたいな人だったけどね。活動家って結構こういうの多いんだよな。安心じゃなきゃいけないとかね。こんなんいくら言ったらキリがないじゃない。でもどちらかというとマスコミでしょっていう、もしあえて言うとね。安心をね、不安にさせててマスコミじゃないかなと。風評加害っていう言い方もね、今されますけど、やっぱメディアの報道の影響っていうのは大きいです、ね。だって怖いでしょって言ったら怖いと思う人いますよ。いや、これだって、あれですよね。WHO の飲む飲料水の基準の7分の1ぐらいに薄めて出してるんですから、何にも安全じゃ、もう完全に安全で安心なんですよね。これだから中国さんのね、意向を受けたね、人が多いんですよ。だから、韓国の野党さんという共同する日本の野党もいるしね、中国さんの意向を受けたね、ほら、公明党をね、山口さんなんかも言うでしょ、うん、私は思わず山口さんを放出しろと言ってしまったんだけどね。まあ、そういうこと言うと山口さんも書いてんだな。そう勇敢夫人。勇敢夫人。多様性があるでしょ。面白いよ。いろんなタイプの人がいて。山口さんなんかも多分見てるだろうけど、高橋もひどいこと言うなと思ってるかもしれないけど、あれはでも中国さんの意向がちょっと強すぎるんじゃないですかね。もう堂々と粛々とやんないと、これ福島に対する風評被害をさらに広げることになりますからね。そうです。だって山口さんの言い方なんて、あれじゃまさしく風評加害者じゃないですか。あれは。あれはまずいですね。でも多いんだな、日本の中でそういう人が。特にやっぱり原発の問題だと、問題が解決してほしくないというか、もう原発危ないもんだっていうのが続いてほしいっていう意向がすごく感じますよね。とにかく安全で処理できるっていうことが気に入らないっていうような感じがしますよね。
あの、どこだっけな、サンデーモーニングかなんかでトリチウム水が分離できるって、まあ、すんごい、シンクタンクのね、あの人が。金かけはすごくできるけれど、しないだろう、うん。自然界にあるくらいだから、ね。みんな水とくっついてあるくらいだからっていうのが普通ですけどね。いや、でもな、あれでね、床富士山も面白いね。私も一緒に書いてる中でコラボ見てると、いろんな人が書いてるね、確かにね。そうですね。要するに多様性を、はい、あの、紙面の中で多様性があるっていうことでございますね。いや、これからもあの多様性で頑張っていただきたい、はい、と思います。よろしくお願いします。どうもどうも。じゃあ本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。